今日ね YouTube の撮影日なんですよ。でね、本当はタミヤさんの MB01 の FF にしたバージョンをね、ちょっと走行テストみたいなレビューをね上げたかったんですけど、先週ね、マジ1ミリも時間なくて全く時間なくて、ミニをねまだ FF 状態にして動かしてもいなかったんですよね。でね、私ね、いつもレビューするときにマシン下ろすときって私在庫管理してないんで、実は宇野さんにですね、その断りを入れないとマシン下ろせないんですけど、まあ言うても私社長なんでちょっとね、勝手にマシン下ろしちゃおうかなと思ってるんですよね今日休みなんでね。お、あったあった、これ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 ガンベイドガンベイドやるやる言って最初私ね、 MR、FF、RR ってあるわけですよね。どれがいいかな。またあのボディだけでも今話するとね、私ね KP かな。おやっぱ KP がこの中では、でもね、この、これワンダーシビックだっけ？これもやっぱりかなりいいよね。いや、悩むなぁ。まあ、でもこっち、やっぱこう、KP 行くか。うん。やっぱね、この、やりたいやつを優先するわ。こちら、おろすわ。完璧。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。じゃあですね、ちょっとね開封していきましょうよ、せっかくなんでねはい、ちょっとこれは箱が大きすぎますね。ちょっとね開けていきましょうね。非常にこの鮮やかで綺麗 な、な衣装箱っていうんですかね、こちらを開けると、はい、あとでねこうツールボックスにもなりそうなね箱に入っております。キットでは開けていきましょう。じゃじゃーん、はい、おこれこれちょちょこれちょっと、おはいはい、こんな感じですね。これはなんだ、あこれはリア周りのパーツですね。はい、出ました、 KP スターレットこれで、ね、これただ私はねよく知ってますけど、年代的には今ね60歳ぐらいの人かな、そこまでいかないかな、あの人が若い時に乗っていた感じじゃないのかなと思うんですけど、私が若い時っていうのはその18とか19、20の時って S13 シルビアがね出てきた頃だったんですよ。ちょうどそう、高校卒業した時に S13 が出たはずなんですよね。なので KP61 はいつだ、そうですね、今調べたら1978年ですってKP61 だから私が6歳ぐらいの時ってことでしょ。そうね、やっぱり今60超えてらっしゃる方が若者の時にこう乗っていたようなね車なんじゃないかなと思うんですけどね。いや昔はね本当にいっぱい走ってましたよまだねこのその時っていうと、私がね小学校の時ってたまに三輪車、あの車の三輪トラックとかもねまだ結構走ってましたからね。そんなことないですよ、うちだけですからねたまに見ましたよ本当に。お、ここに ABC のラジアルタイヤが入ってますね。これもね多分性能結構良かったはずなんで、これも試していきたいですね。そしておっと、なんと見てくださいよ、ほら実はこれねもう半完成というか完成なんですよね。ダメだダメだダメだわけわかんなくなった。もうはい、まあ、ちょっとシャーシをお見せする前に、はい、こちらのね取扱説明書がね入っておりました。まあ完成済みとはいえね、また当たったりしたらね壊れたりもするのでね、はい、このようにね全部しっかりと丁寧に作ってありますね。はい、このようにね全部展開図もありますし、おセッティングのことまで書いてあるね、昔のタミヤの説明書みたいで嬉しいですねはい、もう部分部分でねしっかりと組み立ても書いてありますのでね、そしてスペアパーツ、オプションパーツもあるのかな、はい、オプションパーツもありますんでね、こういった記載もありますね。説明書を見てるだけで結構ワクワクしますよね。そしてこのスターレット KP61 の説明書ということになるんですかね、こちらが完成ということになるんですけど、そしてこちらがウィンドウマスキングと
あと KP61、 おそらくねこれこのまま塗るとこうなるのかな、はい、こんな感じになると思うんですけど、非常に綺麗にこうウィンドウのテープまでありますね。素晴らしい、はあ、これねこれにスターレットって書いてあるのがいいじゃないですかねえ、私たちの時代のスターレットだとね、カットビとかね、イダテンターボとかねあれがスターレットですよね。じゃあちょっとね、別でついてくるパーツも見てみましょう。某タミヤム系のハイドロックサーボセーバーとかなり類似というか、あちゃまあ、ちょっと違うな、やっぱり違いますけど、かなり似てますね。はい、これがね、工具関係の、これ、ん？これなんだ、工具か？これちょっと工具っぽいけど、なんだろう、これ。これなんだろう、これ。そしてボディマウントですね。ピニオンとかもついてます。そしてこれはショック、うん、これは車高調整スペーサーとかかな。はい、こういったもの。そしてグリス類もついてますね。そしてタイヤもついているということで、もうセットとしてはね、かなりパッケージングよく、しかもね、完成してるっていうのはね、これ、かなり大きいですよ。これは完成はかなり大きいです。はい、じゃあちょっとね、お見せしていこうと思うんですけど、結構ね、構造もまあ斬新というかですね、凝ってます、非常に凝ってますよ。ちょっとねうまくお見せできるといいんですけど、まあね、ダブルウィッシュボーンなんですけどね、このフロントの周りの構造かなり面白いんですけど、スティアリングワイパーがねここについてます、ほらほら、あこれね、でこれダブルウィッシュボーンかって一瞬思うんですけど、これはダブルウィッシュボーンとは言わないですね。上はもうこう固定になってまして、下だけシングルアームがですねこう上がっていく形ですね。はい、こんな形のストロークになってますね。一瞬ね、最初こう見た時にね、これがダブルウィッシュボーンのアッパーアームかなと思ったら、あちゃこれステアリングワイパーでした ね, ね。でこのショックもね面白いんですよ。このね、非常に短くて形もね、こうなんだ、樽型じゃない、三角コーン型になっててね、まあ、これもおそらくね意味があるもんだともちろん思うんですけど、まあ、基本的にこのガンベ、私この RR もちろんやったことないんですけど、ガンベットってね本当にペタッと張り付いてめちゃめちゃよく走るんで、まあ、これ RR とはいえかなりちょっと期待なところはありますよね。で横から見るとですね、このロアアームの付け方、ね、独特なものもあって重心がね非常に低く感じます、ね、でここにモーターはね、この RR の名の通りですね、一番バックにつくんですけど、このアルミの切り出しのアルミプレートですね、これで樹脂を挟み込んであって止めていくタイプですね。でこれねちょっと面白いのはねこれギアボックスはねこれボディーピンで止まってるのねこれちょっと、うん、ビス使わないってこれいいよね。これねこれでかばって入ってほら超簡単、はい、減速はねここにこれがこちらがねスパーギアってことになると思うんですけど、こちらからカウンターギアが中に入って、減速があって、そしてデフがあって伝えられるっていうね、これちっちゃい中にねすごい精密な構造でねなってます。これね構造を見る分にもねかなり面白いなと思いますね。はい、こちらね今お見せしたと思うんですけど、あのね非常にまとまり感が高いです。カチッとしていますね。こちらね FRP のねロアデッキアッパーデッキっていう形になるんですけど、それにね素材感が非常にいい樹脂換気がですね精度よく緻密に作られているので、かなりねこう持った時の所有感とか満足度っていうのはね高いと思います、はい、これデフはこれギアデフだよね、うん、ギアデフだよね、ギアデフ、あこれかなりね重めのものが最初ついてますね。これがちょっと楽しみですねなるほど。そしてもちろんベアリングは入っている、うん、こちらですね定価が3万いくらくらいのもの、まあ、市場価格はね多分3万切ってくるような価格で大体市場に流れると思うんですけど、これかなりよくできてますね。これ本当に手に取ったらねすぐに分かると思います。このナックルの構造もね本当に独創的で緻密でかっこよくてね、すごくよくできてます。もう本当によくできてますこれこれね、うちもねネットショップね扱い始めて実はもうそこそこ経つんですけど、これ定期的に売れていきます。まあ、タミヤさんは M0708 っていうのは、ねまあ、出てこないんでね、出てこない、仕入れないもんちょ売れないからね。でほらミニの愛好家っていうのね多いの分かってますから、まあ、もちろんね、まあ、うちもねネットショップの拡張とともにガンベイドこう入れていったらですね結構売れていくんで、まあ、需要は高いんだろうなと。これはいい、これね結構ね本当ラジコン好きな方、あの見たことない方ですね、実際手に取ってまじまじと見ると、およくできてんなって面白いなって、しかもなんか走りそうだなって
感じると思います。で、あの実際私このあるあるやったことないんですけど、 FF のやつやったことあるんです、何度かね。もちろんめちゃめちゃなんか路面張り付くように、ね、本当によく走るんですよね。まあ、そのエッセンスとかもねこれに含まれていたらやっぱすごい楽しそうですし、まあ、そもそも私ねリア駆動の車を制御するのかなり好きなんですよね。だミニなんかでもね M06 とか M08 がすごい好きだったし、まあ、ダートをねバギーで走らせるのもねやっぱ肉バギーなんかをね走らせるの結構好きなんですよね。まあそもそもねリア駆の制御をねするのが好きなので、まあ、これかなり期待ですね。ちょっとかなり楽しみなんだけど、これメカをどうしようかな。メカはこうしようかな、まあ、17.5 のリポートちょっと早すぎるから、まあ、ギア比でなんとかなるか。まあね本当に一番手に入れやすいっていうかね、そういったものでやりたい気もするし、もしくは38モーターのリポだとどうなんだろう。車軽いからね意外にいけるんじゃないかなと思っちゃうんですけど、これ重量バランスどうなのかな。まあちょっとねその辺もブラッシュレスにするか54サイズモーターにするか38モーターにするか、まあ、ちょっとその辺も考えワクワクしながらちょっとメカ選びしたいかなと思いますね。はい、そんなわけでね今箱開けしましたけどね、かなり精度よくかなりよくできたマシンでした。まあ、次回の動画はですね、まあ、メカ積みをして、まあ、どんなメカを乗っけたとかね、まあ、実際走らせてどんな動きをするかとかね、そういった動画を撮っていきたいと思いますので、それまでしばしねお待ちいただければと思います。それではですね今日の動画良かったと思っていただけましたらね、ぜひ高評価そしてチャンネル登録をねぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオがですねウェブショップもやってございます。あと SNS ですね、X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。